太古よりジョンスン島に生息していた古代怪獣ゴモラ。ゴモラは万国博古代館に出品されるために UNG 麻酔弾を撃たれ、科学特捜隊の手によって大阪へ空輸されてきた。しかしゴモラは突然目覚めた。麻酔が切れたゴモラは暴れ出し、輸送は不可能と判断した家督隊は列島を切り離した。2000m の高さから落下したゴモラ。だがゴモラには傷一つつかなかったのである。歩き出したゴモラの進行方向には一機のビートルが不時着している。急な不時着の衝撃で機能に異常をきたしているようだ。このままではビートルが危ない。なんとか機能を復活し、空へと飛び立った。ミッション成功。ミッション成功。ウルトラマンの攻撃によって手傷を負ったゴモラは地底へと潜ってしまった。その後数日間逃走したゴモラの行方は分からず、大阪の街は不穏な空気に包まれた。大阪の象徴である大阪城。行方をくらましていたゴモラが突如出現し、逃げる人々と迎え撃つ自衛隊とで近辺はパニックに陥っていた。野生の本能か、ゴモラは自分よりも大きな大阪城を攻撃戦と狙いをつけた。ゴモラは大阪城を破壊しようと近づいてくる。止められるのはウルトラマンしかいない。撃ち込まれた UNG 麻酔弾によってゴモラは混沌状態になった。ルトラマンの手によってゴムラは倒され、大阪には再び平和が戻った。ありがとう、ウルトラマン。